薄い本を作るブルアカ、ハージもあるよ。ということで今回は、ネルさんとモミジさんがピックアップされたのでガチャを回していきましょう。さあ、始めるざますよ。行くでガンス。ほら、まともに始めなさいよ。視聴者兄貴たちはネルちゃんとモミジちゃんは無事にゲットできたかな。モミジちゃんはマリーちゃん以来の星2キャラ実装だね。星2キャラなら入手しやすくて助かる。ガチャで簡単に引けるだろうからパパパッと引いちゃおう。金座5枚、これは早速モミジちゃんゲット確定だな。怪我をされた方はいらっしゃいま、会えて嬉しい。本の中の物語の浦和花子です。これからすっごく面白い説明や解説がひお会いできて嬉しいです。ブルアカのピックアップは10連目は遊ぶからな。平気平気。何をすればいいの20連目。そういえばイベントで新しく登場した高根ちゃんもめちゃ可愛かったですね。ブルアカはどんどん可愛い子が登場していいぞいいぞ。ただどんどんに実装キャラが増えるのは困りもの。今の登場してるけどに実装の子を全員実装するのにどれだけかかるんじゃろか。20連目で最低保証はルールで禁止すよね。30連目。さすがに今回は手持ちのガチャ石が少ない。水着ガチャでしっぽり絞られたからな。できれば手持ちのガチャ石だけでもみじちゃんだけは引いておきたいところ。自警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、小さいからって舐めないで。ミレニアム学園。もみじちゃんをなしゃす。バルキューレ警察学校のキリノ。キリノちゃん別衣装版とかでないかな。ご主人様と一緒に。えっへへ。おま。すべての出会いは必然。これ本当にピックアップしてます。どうぞよろしくおね。虹も全然出てこないし。アロナちゃんや、そろそろ優しくしてね。頼むアロナ。試練が怖いとき、不満が負けそうなとき。うわーん、渋すぎー。いくいく、ブルアカ島がでかすぎます。ブルアカアニメもまだ控えてるし、この勢いなら次のコミケもブルアカ島はすごそう。ブルアカのプロデューサーもコミケでブルアカ島を探索してたらしいしすごいよね。ここまで同人に寛容的な運営もなかなかないかも。薄い本が熱くなるな。ちなみに次の振り込みは僕もサークル参加の申し込みをしてみました。初参加です。ブルアカじゃなくて同人ゲームのジャンルだけどね。もし受かったら制作中のネメリスちゃん RPG の設定本とか出せたらいいなーって思ってます。やはり一度はコミケもサークル側で参加してみたいと思ってたし楽しみですね。ただコミケにはコロナ前に一度昼から一般参加したことがあるだけなので、一般サークル側で参加したことがある兄貴がいたら気をつけた方がいいことがあればアドバイスをなしゃす。まあ、受かったらの話だけど、結構落ちちゃうものなんですかね。さて、こちらガチャの方ですが、こちらで手持ちのガチャ石は最後となります。星2キャラなら簡単に引ける。そう思っていた時期が僕にもありました。試練が怖いとき、不満に負けそうなとき。で、引けてるじゃん。私が一緒に70連でモミジちゃんを引かせてくれるブルアカは、神かな。まあ、致命傷で済んでよし。ということで今回はここまでにしておこう。課金は次回のガチャで本気を見せちゃるから覚悟しておけ。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。制作中の同人エロゲ、ネメリスちゃん RPG が DL サイトにて予告販売ページ公開中なのでお気に入り登録お願いします。今回のサムネはレオナトさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。